ということで今日はうなぎをやっていこうかなと思うんですけど、この背骨に沿ってね、最初包丁入れていきます。で、酒場の包丁で一旦身から真ん中の背骨もね、ちょっと外してあげます。この状態でだいたい3日から5日ぐらい寝かしていきます。で、これがね、だいたい1週間ぐらい、寝かせたうなぎですね。で、このキッチンペーパーとかリードはこまめに必ず変えてあげてください。で、見てもらったら分かる通り、結構ね、この皮の色とかね、本当個体差で全然ね、色も違うんで、いろいろと焼いたりさばいたりしていく中で、あ、この色が一番こう自分が焼きやすいなとか美味しいなって色があると思うんで、それはね、住んでるところが泥地なのか砂地なのか、いろいろと調べながらね、やってもらえると、いろいろうなぎのことがよく分かると思います。これね、串打ちはね、本当うなぎの格言でね、串打ち3年、さばき5年、焼き1升って言うんですけど、特にこの鉄串ではなくて、竹串で刺すのはね、本当ものすごい技術がいるんですよ。本当ね、串打ち3年って言われるぐらい、本当ね、串打ちだけでそれぐらいこう技を習得するのにね、時間がかかるかなと思うんですけど、今日はね、ちょっとこの鉄串でちょっと蒸していくんで、比較的竹串に比べるとかなり刺しやすいかなと思います。ポイントとしては、持った時にこう放射線状にね、持てるように打ってあげてください。こんな感じですかね。どうしても持ち手でこう集まってくるんで、放射線状に持てるように串打ちしてあげてください。これでね、今日はこの大きさでだいたい5分ぐらい蒸していきたいなと思います。この状態、まあ5分ですね。これが蒸し上がったら、今度はね、骨を取っていきます。で、骨はね、全部で4箇所入ってるんで、このね、黒いちょっとドットがね、全部骨なんで、これをね、細かく、これですね、これが骨なんでね、これがね、どうしてもこう口に当たるんで、この骨はね、この段階で全部きれいに取り除いてあげてください。で、これはね、非常に手間なんですけど、この手間でね、美味しさがね、10も20も違ってくるんで、蒸さないとこの骨がなかなか抜けてこないっていうのもあるんですけど、もしね、生の状態から焼きたいっていう時は、医療用のね、ハサミがあるんで、もしね、全部抜けないっていう時はね、この医療用のハサミでここのね、骨のところ全部こう細かく切っていただけても大丈夫です。うちの場合はちょっと骨はね、全部抜いていきたいなと思います。で、この骨の入り方は他のハモとかね、アナゴとかも全く一緒なんですけど、うなぎの場合はね、特に骨が気になると思うんで、ハモだとね、この骨抜きっていうのがまたちょっと、骨の入ってる位置は一緒なんですけど、形がまたちょっと、ね、特別なんで、ハモの骨の抜き方はちょっとかなり特殊で、普通はね、骨切りっていう方法を選びます。で、京都の人なんかはね、そのハモの骨切りの技術を生かして、うなぎもね、骨切りをするっていう職人さんもいらっしゃいますけど、結構関東はこの蒸すっていう文化がかなり浸透してる分ね、この骨を抜くっていう作業は他の地域よりもやりやすいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、この取り残しはね、結構手でこう触ってもらったら骨が必ず当たると思うんで、すぐに骨の場所が分かると思います。で、この蒸すっていう作業はプラスね、この皮の下にね、ちょっとゼラチン質な部分もあるんで、そこのゼラチンをね、軟化させてあげるっていう意味でも、蒸さなかったとしても皮目だけでもね、ちょっとこうお湯でね、それこそ65度ぐらいのお湯で5分ぐらいね、ゼラチンにね、火を入れてあげないと、なかなかちょっと後の炭だけでは焼ききれない部分っていうのは、特にこの天然のサイズはね、皮の下のゼラチンの層がかなり厚いんで、
で、骨が抜けたらこのね、皮目ですね。皮目の下にね、ゼラチンがあるんで、あのこのゼラチンをね、焼き切ってあげるときに、このね、皮にね、ちょっとこう穴はね、開けてあげてください。そうすると、あの皮下のね、空気の逃げる場所ができるし、油がね、表に出てきて、そのうなぎ自身の油でね、あの揚げ焼きのような感じで、あの皮がね、サクッと焼き切れるんで、ここでちょっと丁寧に穴を開けてあげるっていうのがものすごいポイントになりますね。穴はね、あの串でもいいですし、あの何かね、こうちょっと束ねてあげて、剣山みたいな感じで皮の下に細かく穴を開けてってあげてください。これでね、下ごしらえ完成ですね。穴開けるとね、あの皮下の油が一気に吹き出てくるんで、この油であのうなぎの皮をね、焼き切ってあげるイメージです。 My name is Norito Endo and this channel is showing about Japanese sushi cultures and how to cook proper sushi. So please subscribe this channel and I promise I'll keep up loading videos about sushi cultures. If you are in Tokyo, please visit us and you can find all the information from website. So see you in Ebisu. Thank you. You can find us by searching Ebisu Endo. Thank you.